どうも、奈良コミの高です。今回は奈良県奈良市富雄にオープンした無人販売所を運営されている方から奈良コミ宛てに商品を食べてみて美味しかったらぜひ紹介してほしいとお声をいただいたので、実際に商品を送っていただきました。ありがたすぎる。まあこの動画がアップされてるってことは美味しかったってことではありますが、たかが感じたこともあるので正直にまとめて最後お伝えさせていただきます。よかったら参考にしてみてください。ちなみにどんな無人販売所か気になったので富雄を目指して走行中、富雄駅周辺のパーキングに停めて早速行ってみたいと思います。今回お伺いさせていただいたのは奈良県奈良市富雄北にある源泉豚屋小福亭さん。24時間無人販売店の文字が横長の店内で、どんな商品が販売されているのか。こういった牛もある、豚もある、うん、まあ、もちろんホルモンもあるし、これ見て、豚のタンがあったりとか、ピータン、うん、ピータンがあったりとか、あとヤゲン軟骨、ね、ラムとかあるやん。ジンギスカン、すごいな。すごいな、たたきとかもあるもんな。そう、でもつ鍋の盛り合わせとか、いいな。で、餃子があったりとか、福ちゃんやん、ふっちゃんの餃子、ふっちゃんラーメンだな。あ、ほんまや、そうやわ、大阪のね。これいいな、馬刺しブロックから売ってる。しかもあれやん、なんかいろんな部位、そうやな、あるの。上赤身、二重子、赤身、コーネっていうの、コーネっていうのがあるな。で、1200円の霜降りがあったりとか、ユッケ売り切れ、人気なんやね。で、ラーメンもありますよって。うまい。あ、三つ葉やん、三つ葉や、豚チキ醤油ラーメン、そこにあるもんね、三つ葉さん。すごいな。キムチラッカルビ、キンパ、プルコギ、キンパで、アイス、保冷剤もいけますよ。保冷剤は2個で50円。ちなみにクッパやもつ鍋のだしなんかも販売されている。餃子のタレであったり、お肉のタレ、辛そうなラーメンからコーン茶まで、保冷袋も販売されてますよ。これを見る感じは餃子がやっぱ人気やな。ねえ、加えとくわ、奈良子見て、加えとくわ、奈良子見、奈良子見、買って場所ないよね。あ、なんかノートある。ほんまや、こういうのがね、すごいね、企業努力というか、こうやって皆さんの要望を、ほんまやな、取り入れてくださるのかな。ちょっと力になるかわからんけども、ちょっと買いといたら、もしかしたらこれを見たさにファンが来てくださるかもしれん。はい、まずこちら、どれや、自撮り、自撮り、これやな、うん、キョカートに追加されました。戻って、その他で、保冷剤で、これで OK、 950円、お支払い進むと。で、現金かクレジットカード選べて、まあ、あの1000円の両替機はあります。ただ1万円の両替機がないので、その点はね、ご注意ください。で、現金の場合はここやね、こちらに投入するっていうところで、ぴたり、お釣りが出ません。はい、まあ、それか、あれね、クレカか、そう、QR コード決済はね、各種対応して、クレジットで買わせてもらいます。はい、クレジット、早っ早っ。購入いただきましたお客様は1枚無料ということ。はい、なるほどね。まあ、ここにもね、操作方法を書いてくださってるんで、ちょっとそれありがたいな。うん、まずこちらがこの極みのハンバーグです。こちら実は2ついただいたんですけど、今回1つだけた、あの、焼いて食べたいと思いますね。これめっちゃうまそう。アジナトリモモレア炭火焼き、うわ、うまそう。加熱用ですよ、もちろん。ただこれはもう間違いないやろうな。なあ、うん。そしてこれ、まあ、ホルモンですね。この鉄砲、これ味噌味のホルモンになってます。まあ、全部凍ってました。こちらに、あの、冷蔵にして解凍させてます。で、こちら、これガツっていうねんな、豚ガツ。こちら塩味になってます ね。というところで、ね、全部でこれだけ送ってもらったんですけど、こちらね、調理しないといけないんでね、おんちゃんクッキング始めましょう。30秒から1分30秒でいいんや、強火で。6やな。祭りの匂いしてる、トウモロコシ。あ、
ここまで。おお、うまそう。はい、ということでね、4種類焼いてきましたけど、まず香りがもうね、うまそうやな。なあ、お酒飲みたくなる匂いやわ。なあ、じゃあハンバーグの方からいただきたいと思いますわ。うわ、柔らか、牛 100% っていう感じやわ、これやっぱり。ふわっとしてんね。めちゃくちゃふわっとしてる。もうな、肉汁やばいな。うん。正直、歯いらんかも、これ。ふわごとしただけでいけるわ、うん、何もつけんでも美味しいね。味付け結構しっかりしてるよな、うんうんうん、別になんかそのニンニクとかのパンチがあるわけじゃないんやけども、牛の甘みっていうのがしっかり出てて、味付けいらんわこれ、うん、食感はさっきレア感の食感あるよな、うん、柔らかいというか、でもちゃんとしっかり焼いてんねんけどな。じゃあ次はこの塩ホルモンやな。これも一個一個は結構大きくてさ、焼くのに結構時間かかったよな。そうやね、分厚かったもんな。かなり分厚いなこれ、うんうん、うん、うん、歯ごたえがまさにそれだ、身のっぽいな、歯ごたえが。だからちょっとしたそのイカとかさ、そっち系の歯ごたえがあって、うん、これやっぱしっかりじゃない、あの下味されてる、噛めば噛むだけ塩だれのね、甘みみたいなのがあるよな、うん、ホルモン特有のさ、なんかちょっとした変な嫌な感じないやんこれな。そうやな、まあ、量的にはまあ2人シェアでちょうどいいかなぐらいやな。3人4人とかになったらちょっと少ないかなってなるかもしれんけど、うん、1人だったらだいぶ多いなと思って食べれるわ。そうやね、うん、じゃあ次これレアの鶏やな。これはもう焼いてる時から香りがもう炭火の香りがしてすごかったな、いい匂いしてた。たまたま上にな、柚子胡椒があったから、うん、これをつけて、はい、絶対うまいや、絶対うまい。いきます。はあ、味ま、噛めば噛むだけもう口の中で炭火感が広がる。結構ガツンと炭火の味が来るから、うん、うまいけど苦手な人もいるんちゃうかなって思っちゃう、うん、でもそれぐらいもうほんまこう尖ってるような、いい意味でや、うまっ。今回さ、ワテラはさ、これ1分30秒ぐらい焼いたやんか、うん、けどさ30秒でもいいって書いてたから、ほんまにレアで食べることができるんやなっていうところで、な、すごいよな、珍しいよなそんなんな、うん、じゃあ次こちら味噌ですね。これ焼いてる時からこれもすごかったよな。めっちゃいい匂いしてた。ホルモンの中のホルモン、これど真ん中やわ。シマチョウみたいな感じで脂身もしっかり感じて歯ごたえもあって、でこれやっぱ味噌の味が結構強めにねつけてくれてるんで、すごいご飯とかが進む味ですね。で結構この味噌のやつに関しては口の中にもこの味噌が残るような感じで結構ガツンとくるんよね。最高やな、家でこれできるの。24時間買えるんやもんな。なあ、食べたい時に食べれるのがいいよな。近く住んでる方羨ましいわ。じゃ、乾杯。乾杯。ケピー。おいしい。やっぱこれ味噌のやつはもう合うわ、もうほんまに。だから。ジンジャーハイボールとか最高やね。そうだから結構さ、やっぱ口に残っちゃうところはね、味がこんだけ強いから。でもやっぱビールとかこういうカラジンとかでさっと流せれるから、そうなった時の風味がまたうまいな。ならこみ。はい、てなわけで源泉トンゲや小福亭さんの方でお肉いただいたんですけども、うまかったですね。ご飯お酒が進むということでね、まずこちらの店なんですけども、2023年の3月21日に富尾駅からすぐのところにねオープンした無人販売所のお肉屋さんになっておりまして、いろんなねお肉がね販売されてるんですよね。24時間いつでも買えるって嬉しいな。そうでね、珍しいなと思ったのが、そのラム肉とかもね売ってたりして、種類豊富やったもんな、うん、ほんまにお肉以外のねもう餃子とかもね売ってたりしますんでね、ぜひお近くに住まれてる方は見に行ってもらえたらなと思います。僕が思った、まあ、正直な感想といたしましては、味付けとかはね、ピカイチやなと思いますよね、うん、もうなんかしっかりと下味されてるから、もう一人暮らしの人であっても、もう料理がめちゃくちゃ楽なんよね。
そこがすごいおすすめやなと思いました。ホルモンとかに関してはすごくね、その噛み応えなんかもありますんで、これはね、このお店の強みとしてもね、歌ってるぐらいね、そういったところはね、こだわられてるんですけども、ホルモンの噛み応えが苦手だって方に関しては、別のね、商品を買ってもらう方がいいんちゃうかなと思います。ただ、ホルモン特有のなんか臭みとかそういったものは一切ないんで、味付け的にはすごく抜群やなと思いました。駐車場に関してなんですけども、富岡周辺にはね、パーキングいっぱいあります。なんか調べてるとお店の裏側にもね、30分110円の駐車場があるらしいんで、お車の方はそちらに止めて、ね、行ってもらう方がいいんちゃうかなと思いました。調査の結果なんですけども、24時間気軽にね、お肉を購入することができて、簡単調理でね、美味しくいただくことができますんで、急に食べたくなったって人にとってもね、すごくおすすめのお店だなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんな情報等を知りたいと思った方は、チャンネル登録、高評価、ベルマークの方をポチッとお願いいたします。あと Twitter、特にインスタの方もやってますので、フォローの方どしどしお待ちしております。本日の本ちゃん雑学、問屋の名前の由来知ってる？問屋、分からん。鎌倉時代に運送とかを兼ねてて、で後に一般の商品取り扱いになった時に組織問丸っていうのがあったらしくて、それが由来らしい。鎌倉時代に運送とかまずあったことが驚きやねん。えだってトラックとか 100% ないわけやから、もうこういう感じじゃん、まあ、こうやって担いでいくやつやんな。分からんけど、そんなあってんな、そういうサービスとして。分からへん。いや、それがまず驚き。サービスかどうか分からんけど、組織があったわけ。すごいな。時間とお会いしましょう。バイ。